こんにちは。ではボスを倒した続きからやっていきたいと思います。お箱捨て場ですね。めちゃくちゃ箱を調べる。岩場に無数の黒い箱が積み上げられている。どの箱もしっかりと閉じられており、中を見ることはできない。中人入ってんじゃないこれ。であれでしょ、これあの箱男がこっから箱持って沈めに行くんですよ、海に。生きてんの？え、生きてんの？あいつまだ生きてんの？あ、湖に向かう黒沢ひそか。ついていっていいのかな？は？開ける。並べられた古い人形の棚の中央に数体分の隙間がある。持ち去られたんじゃないか。遮蔽器反応してる。ん？どこに反応してん？あ、これ？ああ。祠の中に地蔵が祀られている。ああ。地蔵並んでるとこ。え？どこかの屋根の上？ここじゃないの？ここでしょ。あ、違うか。あ、違う？この上。あ、違う。あ、いたいた、ほら。ほらほら。ほらほら。人形見さん。ああ、残り2個。探せばいい。場所はもうわかる。あの、地蔵のとこと、ここでしょ。ここ。ここですよ。あれ？あれ？ここと思うんだけど。え、違う。ボーンって言ってるから、ここと思う。あ、いるいる、やっぱり。あ、ほら。一形見一。あと一個。地蔵のとこだ。あれ？ここじゃないの？あれ？ここでしょ？あれ？ここや。近すぎんのか、ちょっと下がったらいいのかな。ほら。人形見に、よし、戻そう。いやー、こっち行ったら箱のやつ出るから、こっち、こっちから。あー、なんか出てるよ、後ろ出てるけど。倒す。
誰、ああこいつか、こいつはカウンター狙う、狙う、よし、ああダメだ、必殺技使ってみるか、カウンターの後、おびっくりした、あれ必殺使おう、次、次使おう、カウンターの後、近いな、もうよし、必殺、必殺、お大ダメージだ、知らんけど、こっちかな、はい、3つ集めたんで元に戻そう、強化レンズ特、撮影した音量から獲得できるポイントを増やせる、ああ得ってそういう得か、あんまりあんまりいらないな、いやまあ嬉しいけどポイント増えたら、でも敵を倒しやすくなるレンズの方がいいから、ひそかこっち行ったっけ、ひそかは、お、ここいる、え、何や、湖に立つ黒沢ひそか、どういうこと、湖に立つって何、ひそかさん、え、いいのかなこれ、湖に入って、ウニが来た、ウニ、誰、またニュークリちゃん、あ、違う、これあれ倒せないやつや、ずっと追いかけられてる、青色のやつでしょ、ほら、青い花の、一緒に待ちましょう、よし、逃げる、黒い影から逃げる、逃げる、逃げる、足をせ、足をせ、あー、ちょ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 、足をせ、あ、すいません、あ、ちょっと待って、ワープしてる、でもどこ、陸地どこ、陸地どこ、陸地どこかわからない、陸側から、陸どこかわからない、あ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 、え、あれ、ここは元の岸辺、逃げることができたのだろうか、密かの影を追うと彼岸湖にたどり着いたユリ、しかし密かの姿は湖の霧の中へ消え、そこに現れたのが密かが残した写真に写っていた黒い影の女だった、黒い影の女には遮影機の効果はなく、ユリはただ逃げるしかなかった、彼岸湖に立ち込める霧の向こうには巨大な鳥居の影が見えていた、あの鳥居の先に
密かいるのだろうか。ああ、チャプター終了。ミッションか。ミッション終了。S ランクだった。39分だから、珍しく短めのミッションでしたね。はい、久しぶりにやりました、ゼロ。今回はこの辺で終わりたいと思います。次回はこのハッチの雫ということになりますね。あ、次回の主人公北条蓮か。まあまあしょうがないです。ではご視聴ありがとうございました。